잃어버린 기억이 그런 곳에? 챕터 7이네, 이제. すまないね、こんなところに呼び出して。この間はルカの行為に甘えたけれど、あまり頻繁にあのアジトへ行くのは危険だからね。僕の監視役に気づかれてしまう可能性が高い。ご配慮ありがとうございます。セーランでの情報は渡るから聞いている。僕たちの活動に影響のない範囲で政府にも報告済みだ。大丈夫なんですか？吹雪連隊長のご実家はスプリング製薬の。だからこそさ、自分の家の配信行為を告発することで政府からの信用が上がる。それにあの研究所設立を最初に提案したのは僕とカレンだからね。え？アリスのことはもう知っているね。彼女はまだ怪異の姿であの研究所にいる。僕らは悪用されることを承知でアリスを守るためにセーラン氏をそそのかした。その結果があのアンプルと反乱だ。愚かだったと思っている。この国はどうなっているんですか？セーラン氏も反乱を起こしたとはいえ、同じニューヒム家の町です。スオーでは人体実験、セーランでも同じような真似をしている。全ては怪異という脅威に対する武器の開発だ。片方は超能力を強化する方針を進め、もう片方は怪異そのものを御する方法を模索している。怪異って一体何なんでしょう？断絶の春以降突然現れるようになったと聞いていますが、正体は全く分かっていませんよね。そうだよね。あとは断絶の帯で生まれるらしいってことぐらい。野生動物の突然変異ではないかと言われているが、本当に野生種なのだろうか？怪異の正体そのものすらも政府が隠蔽している可能性がありますよね。やはりそこだな。え？一般市民も怪異に何か異質なものを感じているのは間違いない。だからこそそこをつくことで政府の人格矯正を無効化する。例えばニューヒム家の国民全員に政府が隠したい秘密を暴露するということですか？兄さんが反乱の時にそうしたように。その通りだよ。かつて僕とカレンは人間が怪異化する瞬間の映像を全国民の脳に直接転送することを目論んでいた。だが証拠となる決定的な映像は見つけられなかったし、カレンの人格を盾にされて僕も動けなくなってしまった。だから政府のスパイをさせられるようになったんですね。ああ、だが今ならナオミの時のデータが凪経由で研究のために保管されているはずだ。人格矯正の時記憶も奪った？確かに凪が退院してきた時、ナオミの怪異化のことを全く知らないような素振りだった。でもそんなことをしたら脳にダメージが残りませんか？特定の記憶だけを抜くことは脳への危険が伴う。しかし彼らはそれぐらい何とも思わないよ。君たちも同じ記憶を有しているが、データとして取り出すにはリスクが大きすぎる。だからすでに取り出されて保管されている凪の記憶データが必要なんですね。そう、今なら政府の非人道的な行為の証拠としてデータを全国民に転送できる。荒はばきを使えばね。荒はばきにアクセスできるんですか？ああ、君たちがセーランに向かっている間に荒はばきの制御層へ入る許可を得た。一度しか使えない臨時パスが支給されている。しかし凪から奪った記憶はどこに保管されているんですか？前に君たちが侵入した旧海抜軍の病院だと思う。確実な情報でなくて申し訳ないが、あそこは超能力研究のための施設だからね。角度は高い。隊の再編成完了後に
旧病院へ潜入してもらえるか。はーい、どこへ出る。タイの再編成。そうか、そんな話をしていましたね。私はユイトのタイに残る。私だってこんな世界は嫌。そうか、それじゃあ花火だけ転出ということでいいね。セドは穴あげちょ。待ってください。パパ、私も残ります。花火、いいのか。俺たちと一緒にいるってことは、政府から摘発されることになるかもしれないんだぞ。その時はその時よ。だって、いろんな嫌なことをしちゃったんだよ。仲間が何とかしようって頑張ってる時に、私だけ知らんぷりなんてできないもん。実家に迷惑がかかるけど、本当にいいんだな。うん。っていうか、おじさんだけじゃなくて、お父さんたちも本当は知っているんじゃないかって疑いたい気分。そう、ありがとう。助かるよ、花火。それじゃあ、怪異化の記憶データの件よろしく頼むよ。僕が行くのもいいんだけど、이 후복귀 대장이야. 연대장이있어. 얘 100% 통수칩니다. 나중에 이마와 움직이나이유이도 모르겠다. 다시 켜놓고 통수 칠 것 같아요. 병원에 潜入は 2度目になるから くれぐれも 慎重にね. 하이, 分かっています. そうだ. 今から 旧 病院の 警備 システムを 撹乱 するためのデータを 送る. 姉には劣るが 僕もそれなりに プログラムを 組めるからね. 潜入の時には これを 使ってくれ. ありがとうございます。それじゃよろしく頼むよ。ふぼきへプログラム。これからもよろなんでじゃ。엄선영주세트海抜軍人たるもの常に出撃準備は整えているぞ。데이터던데뭐야ゲート警備システムは吹雪連隊長のプログラムで撹乱できる。安心して進んでくれ。了解。どこ가야되나。僕の超能力を使えばこの先に進めそうですよ、ユイト。
敵が何か落としたな。たまもんよ、ちぐ。どうなわす？ゲー。火の攻撃を受けて体に着火するのは体力削られるからだ。気をつけてくれよ。アダミよろしく。ゲームはやまなんで좀 기술 같은것좀 몇 개 좀 더 나왔으면 좋겠어. 계속 쓰던 것만 써가지고전투중에동료가호출하는경우가있다세모뽀뽀라기저건뭐지저것도먹어야되나コツを教えましょうか。僕の超能力を使えばこの先に進めそうですよ、ユイト。なんかさ、私たちいつも一緒だよね。帰りよ、つぐみ。길이좀헷갈리네여기요확실히물량먹지말걸그랬다이거사지말걸그랬네이거왜샀지공격이필요한時は俺の超能力を頼ってくれ。ルカ頼む。危ないみたいなものをかけてきやがった。あれを食らうとベトベトになるぞ。わあ、安定。ここでルカの瞬間移動を使うと楽かもしれないな。力を貸してくれ。そこを疲れると弱いみたいだな。ユーチューブ올려놨는데3개4
3편까지 챕터 3까지 올려놨어요. 새벽에 아 오늘 안 와가지고 그거 못해요. 왔으면 제가 뭐 오늘 이거 안 하고 있을 텐데. 아 네. 혹시 몰라 내 애도 알 수 있어. 혹시 몰라. 운 안 좋으면 운 안 좋으면 월요일 나올 수도 있습니다. 토요일도 오긴 오는데 토요일도 오긴 오잖아요. 방인데 어디로 가야 되지? 지각에 부시 반응을 見つけた. 루카 頼め. すごく 頼りに してるから. 차라리 그래 차라리 이런 잡몸만 나오면 좋겠다. 센몸 말고 얘네 피승이 낮아가지고 빨리 잡을 수 있어. 하지만 어림없죠. 없다고 그래. 없다고. 난다.
ぞ。どうだ。隙はないぞ。あー、これだ、アンケージね。これでよし。それ外角に当たった。攻撃を集中すれば破壊できそうだぞ。やっ、弱点発見。내가 여기로 왔나 아까? 아, 이 기계까지 올라가야 되구나.
전체 회복 중? 하나 먹어. 똑같은 것만 계속 나오니까 이거. 야, 뭐 겁나 많이 나와 여기. 뭐야? 시키를 나왔다. 거의. 내각이 다네즈를 가르니. 고마마 그거네. 아니, 내가. 왔나 본데 이제? 또 보스 전각이죠? 데이터가 보관されてそうな 場所は ないな. というか 研究設備らしいものも 全然. おそらく地下施設だと思うのですが
1階には地下に降りられそうな通路はありませんでしたよね。しらみつぶしに探すしかあるまい。凪がここで人格矯正を受けたのならデータもここにあるはずだ。凪、あの後無事に逃げられたかな。俺はみんなに助けてもらったけど、凪は一人で。相変わらずお優しいな。凪、あじっと呼びそう。凪、やっぱり戻ってきてくれたな。이새끼인격지금똥됐네정상아니야俺たち親友だもんな。ユイト、凪はさらなる人格矯正を受けたようだ。この前会った時、凪の人格が戻りかけてたから。人格矯正だ。矯正が必要なのは偉大なニューヒムカに逆らうお前らの方だろ。安心しろよユイト、お前の命だけは助けてやるように言われてるからな。全然やめてくれ凪、お前とは戦いたくない。だったらおとなしく俺と来い。戦って進むんだ。もっともユイトの命邪魔だってぶっ殺すって。아지금왜그래立て直そう。力を貸してくれ。やっ、怪我しないでね。いける。ガンガン行くよ。全幕協力してくれ。足を使って、ユイト、そうすればな。순간에넣어서브레인필드써주고마지막에어지금왜그래
まだまだ終わりじゃないぜ。みんな、謎なんや、謎な。ユイト、アデとデイサギ、ここで記憶が途切れたら。ああ、ユイト、もじ怖かったわね。もう検査は終わったわ。ほら、お母さんの方を見て。過言かもだ、過言。泣かないで、もう大丈夫。お母さん。お母さんの夢か。どうして今さら。そうか、お、잡혔어。この天井、子供の頃入院していた部屋に似てるんだ。병실이랑 비슷하대요。어렸을때입원했던。匂い、ここはどこだ。は、超能力が使えない。超能力は使えないよ。その拘束具には君の超能力を無効化するように調整する装置が仕込まれているんだ。バカだね。おとなしく救国の英雄に収まっていればいい目を見られただろうに。あなたはこの施設のしがない職員だ。하찮은직원。君が子供の頃にも何度か会っているけれど、もう覚えていないだろうね。만났었다고、어릴적에。俺が、あなたに。君はここに入院していたことを忘れてしまったのかな。お母さんも一緒にね。ということは、ここはまだ旧海抜群病院の中のどこかなんだな。それより、俺の仲間はどこですか。さあ、君の仲間のことは僕の管轄外だから。僕はベルペッパー担当なんだ。ベルペッパー、無能力者のことですね。そう、君はトラバース兄弟の実験を担当してきたんだ。君はカレンやルカと違って超感覚刺激ホルモンの固着率が低下してきているようだね。え？そういえば君が突然念力を発現させた時も、本来のベルペッパー改造とは異なったプロセスだったな。もともとベルペッパーの超能力発現率は極めて低いものだが、얘가원래무능자였나본데。なのかもしれない。少し聞き取りをさせてほしい。待ってください。俺がベルペッパー。ああ、ベルペッパーだった頃の記憶も欠落しているのか。これは厄介だな。どうやら君は超能力を使うたびに脳へダメージが蓄積しているようだね。これは聞き取りの前に検査が必要だな。子供の頃のことをよく思い出せないとか、急に記憶が飛ぶなんてことに心当たりがあるだろう。ちょっと待ってください。分かるように説明してください。やれやれ、簡単な話だよ。君はベルペッパーとして誕生した。それでお母さんと一緒にこの病院に入院したんだ。当時はまだここが海抜群病院だったからね。ベルペッパーに対して後天的に超能力を発現させると、強い超能力者を生み出せることが分かっていて、ね、我が国ではベルペッパーは例外なくこの病院に収容して投薬実験を行うことになった。投薬試験を挙げている。俺がベルペッパー、無能力者。とにかくもう一度眠ってもらおう。地面前かも。そう、眠気が。ユイト、お、大丈夫か、ユイト。いや、데리고왔네。
吹雪連隊長、どうして？吹雪連隊長が渡してくれたプログラムには施設の監視カメラの映像を転送する機能が組み込まれていたの。ここへの潜入が危険なことは分かっていたからね。何かあれば動けるように待機していた。ありがとうございます。みんなも無事でよかった。すみません連隊長、結局凪の記憶データは。そうだ、凪はあの後どうなったんだ？ユイトがいきなり倒れて凪に捕まっちゃって、それで凪がユイトを盾に。あなたは危険な状態に見えましたから、僕たちも迂闊に手を出せませんでした。私たちは変な設備のある部屋に閉じ込められた。多分あれが人格矯正施設だが、人格矯正される前に吹雪連隊長が来てくれた。わずったほよんでじゃん。俺たちは何ともない。だからユイトが気にすることはない。うん、ごめん。みんなありがとう。俺いつも助けられてばっかりだな。待って、カイが集まってきてる。警報器は切断してあるが、あちらさんはユイトが逃げようとしていることは知っているはずだ。とりあえず病院から脱出するんだ。脱出ルートは渡るに知らせてある。ここは僕が引き受けよう。でもこれでもセプテントリオンだからね。一人でも十二分に戦える。それとユイトにはこれを預けておく。絶対になくさないでくれよ。じゃあ文字何ですかこれは。ここを出たら説明するよ。今は時間がない、早く行くんだ。君たちがいると足手まといだからね。はい、わかりました。ユイト、この辺りにテレポート可能な安全地帯は見当たりません。走りましょう。ああ、わかった。風紀連隊長、気をつけて。俺が無能力者、ベルペッパーだったなんて。次だ。ショックというより正直ピンとこない。いろんなことがありすぎて、もう何が何だか。ナギがユイトをさらったのはニューヒムカ政府の命令があったからでしょう。やはりナギは完全に政府の駒にされてしまった。考えるべき。俺がやる。회복 중지열기 대량 중지열기 次だ。
よし。彼元連隊長？レントルアス。お前もとうとう反逆者だな。どういうことですか？兄さん、まさかニューヒムカ政府がユイトを反逆者認定したんですか？そうだ。もはやスオに入ることはかなわないぞ。反逆者です。どうだユイト、セーランに来ないか？セーランはお前たちを同志として受け入れる。人間の脳を怪に埋め込んでいるセーランに協力しろと言うんですか？ニューヒムカは強力な超能力を生み出すために人間を怪異化する実験を行っている。スオーはそんなニューヒムカの中枢都市だぞ。どっちも歪んでる。どっちもおかしい。いや、둘다쓰레기야그냥。ならどうする？宗教かぶれの渡月にでも逃げ込むか？あそこは宗教自治区だ。外では罪人とされる連中でも受け入れてくれるだろうな。今回の渡月が安全な場所とは限らないが。今回？言葉のあやだ。そうだよヨイト、渡月ならニューヒムカ政府も手を出せないよ。あそこは独立としたもの。ちょっと怪しいところではあるけど。まさか兄さん、それを伝えるためにここに来たの？単なるついでだ。ただ渡月に行くならこれを持っていけ。こんなもの飲めません。生き延びたいなら飲むしかない。それが人の血だろうと脳みそだろうとな。どちらにしてもこのままだとお前はいずれ記憶も超能力も失うことになるぞ。アンプル剤はその時間を引き延ばしてくれるものだ。嫌でも飲むしかないんだよ。彼元連隊長、何をするつもりなの？맞죠。저인간의뇌로만든거라고아까나왔었는데。手伝うべきなのか？전챕터에서。いや、アジトに戻ってくれ。吹雪連隊長から自分のことは構うなと伝言されている。それにこっちで最低限のモニタリングもできる。吹雪連隊長の状況は追っておく。渡月に逃げるにしても吹雪連隊長を助けるにしても一旦アジトで作戦を立ててからの方がいい。了解した。おっす、お疲れ。いや、ほんとこのユニット居心地いいな。渡る？どうしてここに？吹雪連隊長と打ち合わせしてたんだよ。ユイトたちが6章の旧病院に潜入したのがバレたら俺はアジトに逃げ込むって。俺は PC とサイネットがあればどこからでもナビできるしな。ということは吹雪さんはユイトが反逆者認定されることを予想していたんですね。ユイトが反逆者になったらユイト隊をナビしてた渡も危険だから。ユイトを悪者に仕立て上げるならユイト隊の動きを知っている人間は始末した方がいい。人格矯正されていた可能性があるな。むしろ渡るより俺たちの方が危険だろう。そういうこと。ついでにこのアジトの場所が漏れてないか確認しといた。ここはもともとスメラギ家のユニットだろ。カイト本部長にバレてたらヤバいからさ。今のところは大丈夫みたいだぜ。このユニットを使ってることは兄貴にも言ってない。ただ今後は注意した方がいいな。他にもユニットはたくさんあるからすぐに特定されることはないと思うけど。それにしても兄貴が俺を反逆者認定するなんて。형이외신했네。ユイト、兄貴も政府の人間だったんだって思い知らされたよ。分かってたことだけどさ。まあとりあえず今後は俺がここに常駐するから、このアジトが見つからないようにいろいろ仕掛けとくよ。それより吹雪連隊長から預かったものをなくしてないだろうな？
ちゃんと思ってるよ。あれって何なの？荒はばきのパスだよ。一回限りのパスコードを吐き出す端末だ。荒はばきのパス？どうしてそんな大事なものを俺に？吹雪連隊長は生きて帰れないと考えてユイトにパスを預けたのか。吹雪連隊長はあれから何か連絡は？少なくとも旧海抜軍病院を出たところまでは確認できてる。ただその後は全てのシステムから反応が消えちまった。政府に捕まってないといいんだがな。兄さんが吹雪さんを助けたはずです。兄さんなら大丈夫。そういえばカレン元連隊長もルカもベルペッパーだって話本当なのかな？こっちでも吹雪連隊長のことは探してみるよ。それにお前ら人の心配している場合じゃないぜ。スオーじゃ悪魔だの偽善者だのひどい言われようだからな。物資も有限なんだし早めにトゲツかセーランと接触しないと干上がるぞ。ちょっと前まで英雄だって持ち上げといてひどい話。いいよ、英雄だなんて言われるのがおかしいんだ。それよりみんなには話しておきたいんだけど、俺どうやらもともと無能力者だったらしいんだ。どういうこと？ユイト、超能力あるよね？俺が子供の頃旧海抜軍病院に入院してたって知ってるよな。結構バラで。どうもその時に超能力を後天的に発現させる実験を受けていたみたいなんだ。だからこのところ俺の超能力が変だったのは人工的に超能力者にされたせいなんだと思う。脳への負担がひどいんじゃないかな。でもいいんですか？自分がベルペッパーだったことをみんな僕たちに話して。あ、もしかしてルカはベルペッパーだったことを気にしてるのか。まあ隠したところで本当のところは変わらないし、力が安定しないせいでみんなに迷惑かけてるからさ。別に迷惑じゃない。そうだよ、ただ心配なだけ。それもこっちが心配したいからしてるの。しかしよく話してくれたな。無能力者は自分がそうであることを周囲に明かさず苦しむ人も多いと聞く。ええ、そうですね。そうだと思います。今後も何か異変があれば俺たちが全力でフォローするぞ。うん、ありがとう。よし、それじゃあ少しアジトで休んで、それからこの後のことを決めよう。アラバケペスコード생성단발에실습니다。그러니까제육이따있잖아이건밥인데나기의기억데이터의회수는もう不可能だろうな。吹雪連隊長の作戦は一時中断か。ユイトが小さい頃入院してたのってベルペッパーの実験のためだったんだね。子供を病院に閉じ込めて実験台にするなんて。ユイト、怖かったよね。許せないよ、こんなの。뭐가추가됐다는거지?체력만전스테이터스?체력이 100% 일때모든파라미터를상승시킨다? 아니체간강화공격동작의안정감을늘린부분공격중에데미지받아도동작이중단되지않게됩니다
오이거만들수있네주주주마루추네추구개만들만한거없나이런거이런거하나만들어가지고 다상점에다갖다팔까상점에팔면돈좀되죠이런거다갖다팔면플러그인 이거개사기네이거받는데미지 20% 주는데미지 20%근데내가데미지받는게너무양날의검이구만그래서이름이쿠나도고속도로의환경다른건만들수있는게없네다상점에다갖다팔아야겠다다팔아요다필요없어다시3만원됐구만よく覚えてないんだでもありがとな花火これはいいものですね한번에주는것좀만패치좀해주지これはいいものですね これはいいものですね언제다주냐뭐니?그래요?
何？俺にか？何？これを俺にか？아이고언제사주냐아이고아이씨나니그래요오르니까나니그래요俺にか。그냥나중에나중에내가따로줘야겠다존나귀찮네아겜마자빨리넘기고이거겜마어そうか에少し恥ずかしいが상태상무효화콤비네이션디저정권공격을하네껍데기파괴하기쉽다그러네나니가아ってもおれがフォローする思い切っていけユイト現場にそう言ってもらえると心強いな どうしたんだ花火ため息ついて何かあったのかユイト、うん、何でもないの水臭いこと言うなって幼馴染だろ今までもいろいろ話してくれたしまた話聞くよユイト、うん、そうだねありがとう実はこの間戦闘中に怪異の周りの建物を巻き添えで焦がしちゃってね現場から注意されたんだ超能力の使い方が荒いそんな戦い方じゃ守るべきものまで傷つけてしまうって手厳しいな現場ううん現場の言う通りだと思う確かに私ちょっと自覚が足りなかった現場が言ってたんだ怪物軍の一員として自分がどうなりたいか何のために戦うかよく考えろってだけど私怪物軍として自分が目指すものなんてまだ全然イメージできてなくてそういえば花火は怪物軍で何をしたいとか考えたことないって言ってたなうんそれに私たちが入隊してから見てきた怪物軍って怪しい秘密とか非人道的な実験とか子供の頃のかっこいい怪物軍のイメージなんかひっくり返るような暗い部分ばっかりでしょ確かにそれはそうだな自分たちがいる組織がいろんな人たちの犠牲と苦しみで成り立ってきたって知っちゃったのにさ今さら怪物軍として何のために戦うかって考えても前向きなイメージなんて全然浮かばないよ怪物軍が思ってたような組織じゃなくてがっかりする気持ちはよくわかるよでも戦うのは花火自身だろ怪物軍としてじゃなくても花火自身が何のために戦うのかってのが分かってればいいんじゃないか私自身の戦う理由かうーんあるのかなそんなのよく考えれば何かあると思うけどな何もないならどうして今まで俺と一緒に戦ってくれたんだ一緒にってだってそれはユイトがえ俺が何あ何でもないもうちょっと考えてみるそうか
別に急いで答えを出さなくていいよな。相談ならいつでも乗るし、あんまり落ち込むなよ。うん、そうだね。うじうじ考えちゃって私らしくなかったかも。落ち込んでても何も変わらないし。よーし、私もこれから自分なりの戦う理由きっと見つけてみせるよ。うん、その意気だ。ありがとね、ゆいと。元気づけてくれて。子供の頃はいつも俺が花火に元気づけてもらってただろ。だから今度は俺の番だよ。またそんな昔のこと。別にいいってば。まあでも気持ちは嬉しいかな。ああ、俺に。うん、その時はよろしく。エドデベサナンジ。こんなこと言うと不謹慎だと思われちゃうかもし。ちょっと不便だけどな。うん、でもタイのみんな、いい、これからもユイトと一緒に戦えるといいな。ユイトと一緒にいると。어사이트비전얘도이거생겼네적의빈틈을타하나비가자신을호출한다세모플러스동그라미를응답하면하나비의모습이비전이되어났다는특별한운동을한다보이든빡기냐幼馴染はそろそろ卒業かな。あ、な、なんでもないから。何焦ってるんだ。俺は花火と幼馴染なの。結構気に入ってるぞ。16이나쌓였어포인트왜이렇게많이쌓여이거어디있더라이거배워야돼같은이름의스킬이두개있으며하나를습득하면사스를동시에두개까지발동할수있으며두개를습득하면동시에네개까지발동할수있다4개까지발동할필요가있나굳이추가공격확장없네포인트가다썼네얘네한테가야되나? 저거대화를안했는데みんな、ちょっといいかな。これから先のことなんだけど。トゲツに行くか、セーランに行くかって話だよね。ああ、でもセーランはニューヒムカとはあまり変わらないんじゃないかって思うんだ。
あのアンプルのことを考えるとさ、だから思い切ってトゲツに接触してみようと思う。それはトゲツがトゲツへ亡命するということですか？いや、ただ逃げ込むってわけじゃないよ。トゲツがどんなところかもわからないし、ただ宗教自治区として独立を保ってきた場所らしいし、スオやセーラにはない情報があるかもと思って。俺は親父や兄貴と違ってこの国の政府、この国の本当の姿を何も知らないで生きてきた。多分今も知らないことの方が多いんだと思う。だから知りたいんだ。そのために少しでも新しい情報を得られる可能性があるなら行動したい。どうかな？隊長に同意だ。アジトは安全かもしれんが、このまま息を潜めていても事態は何も変わらんからな。それに外部から独立しているなら、ユイトがスオーやセイラ、カサネに狙われる危険性も低くなるだろう。どんなところかわからないけど、行く価値はあるかも。やや消去法的ではありますが、スオーやセイランからこれ以上情報が引き出せないのは確かですしね。それに僕もこの国の謎に挑む者の一人として、トゲツには興味があります。ねえ、実はトゲツについて思い出したことがあるんだ。前にね、うちのおじさんが仕事でトゲツと取引をしてるって話してたことがあったの。おじさんの海抜群病院とってことか？うん、独立都市って言ってもビジネス、これビジネス上の取引なんかは普通にあるみたい。取引って何を？確か清涼だ、食料とか医療品だって言ってた。今も続いてるのかわからん。おそらく取引内容はそれだけではないでしょうね。海抜群病院が絡んでいるとなると、超能力研究や怪異化技術に関わるような何かだろうな。なんかトゲツもちょっと怪しい。元より多少の危険は承知の上だ。虎穴にいらずんば孤児を得ずというやつだろう。うん、俺もそう思う。花火、大事なことを思い出してくれてありがとう。おかげで慎重に行動できるよ。花火、一緒にトゲツに行くよね？もちろんだよ。別におじさんと取引してようが私には関係ないもん。むしろ悪いことしてる連中ならとっちめてやらないと。いきなり喧嘩腰というのはどうだろうな。心意気だよ、心意気。花火が一緒でよかった。そう？ムードメーカー的な？トゲツは雪深い山中にあるそうですからね。メビア、吐く能力目当て。さて、我が隊の目標は決まったようだな、隊長。あ、そうだな。じゃあトゲツに向けて出発だ。